今回泊まらせていただいたお部屋はですね、3号、2号室という形でございます。こちらのね、カプセルホテル200ちょっとお部屋があるんで、その中の一つという感じですね。今回は、もっと東京のプランで宿泊させていただいております。ベッドタイプがですね、95センチメートル幅のシングルサイズで、オリジナルのマットレスでございました。食事な素泊まりで広さが 2.3 平方メートル。これは数字の間違いではないです。はい。料金がですね、税込み1名で6000円、もっと東京の割引が適用になりまして、自己負担が1000円という形でございました。まあ、選んだポイントはね、新しいカプセルホテルだというところと、もっと東京の対応プランだというところで、予約はですね、直接予約をさせていただいております。はい、今回のヘネヘメンズ、シンプルすぎて申し訳ないんですけど、こんな感じでございます。はい、右側にですね、入り口、あのね、ロールスクリーンみたいな形でね、入り口ありますけれども、そこから入ってですね、中がもう布団になってるというか、ベッドになってるという感じですね。ただ壁の一面がですね、ちょっとくり抜かれてる感じで、そこがまあ棚みたいになっててですね、物が置けたりとか、テレビが配されてるという形でございます。面積 2.3 平方メートル。天井高が110センチメートルです。まあ、南向きって書いてますけど、全くこのね、向きはあまり意味がないものでございます。すでみの部屋データでございます。はい、この辺ね、上野の駅前ということもあって、地下はやや高めですかね。まあ、お部屋が非常に狭かったり、天井高もですね、ちょっと低かったりっていうところでは当然なんで、カプセルホテルなんであります。開業してからまだ2年4ヶ月という形の築浅のホテルになっております。客室のバリエーション、まあ基本カプセルなんでですね、あんまりバリエーションないんですけども、男性専用フロア、女性専用フロアという形になってます。それ以外にね、こういったね、ラウンジのスペースがあるということで紹介させていただきました。こちらのホテルはこんな人向け。まあ仕事で勇気なんかね、使っちゃったけど、まあビジネスじゃなくてプライベート利用がメインかなと思いますね。上野でね、大浴場があるところを探している人、あるいはね、新しめのカプセルホテルを探している人なんかに向いてるんじゃないかなと思います。まあ通常であればリーズナブルな価格で泊まることができます。もっと知りたい人向けのコンテンツになります。スマートステイ雫上野駅前はですね、大洋工業株式会社というところがですね、運営しているカプセルホテルになっております。まあね、このね、雫っていうのはね、まあ、サービスのこう、ベースとしたいと、彼らが思っている清潔感であったり、ホスピタリティだったり、そういったものをですね、美しく透き通った、まあ、水のようなという形でですね、雫という名前を付けたそうでございます。大王工業はですね、クスアリーナっていうあのブランドでですね、パチンコ店を5店舗ほど、展開している会社でございまして、こちらでですね、ホテル事業にも参入という形でございますね。まあ、後発ということもあってですね、まあ差別化のために女性もやっぱ安心して泊まれるカプセルホテルっていうのをね、スローガンとして展開をしています。2020年の2月にですね、こちらの上野駅前店オープンしてますが、昨年のですね、2021年7月に品
長名大井町店というのをですね、オープンしています。現在2店舗ですね。以前はですね、実は、京都駅前店というところがあったようなんですけども、今は閉業しているようでございます。こちらの上野駅前店の最寄り駅はですね、上野駅になっていまして、JR の上野駅からですと徒歩3分ぐらい、京成の上野駅からだと徒歩1分ぐらいという形になっています。まあ、大通りに面してですね、非常に目立つ看板がありますので、まあ、すぐにわかると思いますね。エントランスを入るとですね、まず、土足を脱いで靴箱に入れまして、その先のフロントでチェックインをするという形になっています。同じ1階にはですね、奥の方にラウンジスペースというのもありまして、漫画とか大型テレビが置かれていて、ね、リラックスチェアがこうあるっていうスペースと、あとね、自販機とテーブルとが置かれてるっていうコワーキングスペースに分かれています。客室の方はですね、2階から4階ってなってまして、2階が女性専用、3階4階が男性用となっています。お部屋の方はですね、まあ通常のカプセルホテルと同じようにこう配されてますし、スペースもですね、他のカプセルホテルさほど変わらない感じではございました。まあ、ただね、室内がちょっと木目調になっていたり、凹んだスペースにテレビが埋め込まれていたりと、まあいわゆるスマートな感じにはなっていましたね。まあ、共用の洗面台とかトイレも綺麗でしたし、アメニティもまあ揃ってる感じではありましたね、お風呂も含めて。ただですね、客室のあるフロアにはシャワールームとかはなくて、地下の大浴場に入る形になります。大浴場の方にはですね、まあサウナもありまして、こちらのサウナは自動で定期的にこう、漏流が行われているので、まあ通常のサウナよりもね、熱い感じがしましたね。2階のレディ専用フロアにはですね、パウダールームとかフィッティングルームなんかもあるみたいでございます。1階のラウンジは ではですね、まあカレーとか親子丼みたいな、まあ軽食というか夜食とかですね、あとね、ビールおつまみなんかもオーダーできるようになっています。まあ、ゆきはね、実はこの日、泊まる前にね、昼間、デイユースでこちらの施設3時間利用させていただいたんですけども、仕事をするにも快適でしたね。まあ、ただね、今回宿泊代1000円だったんですけど、実質ね、元東京で。デイユース3時間で1500円だったんで、そっちの方が高かったというオチはございました。まあ、ゆき材でございます。まあ、今回ね、カプセルホテルでね、元東京適用ということで、そんなに高い、料金なんだと思ってたんですけども、実際調べてみたらですね、通常3000円ぐらい泊まれるんですよ。で、一番高いプランでも4180円でした。なんで、それをね、元東京適用のために、こう、6000円に、まあ、実質かさ上げですよね、してるっていうのはね、ちょっとどうかと思いましたね。その分、他のホテルももちろん、通常料金に上げてるところあるんですけども、そういうところは一応、こう、飲食のサービスをつけたりとか、レイトチェックアウトにするとかですね、付加価値をこう、つけてるのでね、なんとかこう、言い訳できてると思うんですけども、こちらの場合は、そういった付加価値が何もなかったんで、これはちょっとどうかなとは思ってしまいました。ユッキーのレビューでございます。お部屋、そういった意味ではね、ちょっと狭くてあれなんで2とさせていただいております。設備備品ですが、やっぱね、通常のホテルに比べると、まあ共用が多いんでですね、こちらもまあ2とさせていただいております。水回りの方はですね、まあ、大浴場があってサウナもあったので3とさせていただきました。サービスの方は特に無料のサービスとかっていうのはこうないんでですね、3とさせていただいています。環境帳簿もですね、まあ、駅からは近いんですけども、まあ、帳簿がまあ、皆無ということもあってですね、2とさせていただきました。まあ、良かった点、残念だった点、ここに書かせていただいています。今まで触れてないところで言うとですね、まあ、16チェックイン、11チェックアウトの滞在時間ちょっと短めというところと、まあ、通常のホテルサービス、まあ、例えばね、電子ケトルとかコップとか、机とか椅子とか、飲み物系のサービス、必要はないという感じでございました。はい、ということで総合満足ですが、今回 B とさせていただきました。まあ、女性満身の新しいカプセルホテルというところでね、まあ、確かにカプセルは綺麗でラウンジもありますし、まあ、サウナ付き浴場もあってそこはいいんですけども、まあ結局はね、やっぱりキャプセルホテルの域はちょっと超えてないかなということで、はい。なかなかね、まあ、周りやっぱうるさいんで、ユッキーも完全な熟睡っていうのは難しかったかなという形ではございます。やっぱりね、カプセルホテル、この音問題っていうのはね、やっぱり解決してほしいなというふうには個人的に思いますね。そんな画期的なカプセルホテルが生まれてくることを期待したいと思います。はい、ユッキーの男でございます。まあ、今回ね、ちょっと割高とさせていただきました。まあ、コロナになってからね、ビジネスホテルの値段が下がっているので、カプセルとのホテルってどんどん少なくなってきています。そういう意味ではね、まあ、今回の6000円に限らず、まあ、通常の料金だとしても若干ちょっと割高残る部分はあるかなというところもあります。金利ホテル状況です。まあ、ここの今回のこちらのね、スマートステイ雫上野駅前の料金3480円というのは、
僕が調べた一般でですね、予約した場合の通常料金を書かせていただいています。まあ、それで言うとね、安めではあるんですけども、まあ、全体のビジネスホテルも周り、同じぐらいの値段であったりするので、ということでございます。はい、食事をしたところ、3箇所、ご紹介させていただきたいと思います。まず、ランチ食べたところ、麺どころ鶴屋っていうでね、老舗な、こう、食堂みたいな感じでございまして、入り口結構ね、おしゃれな和風、和食屋さんみたいな感じだけど、中は本当に食堂みたいな感じでございました。ね、ただ、結構お客さんも、午前中だったんですけど、いらっしゃって、ここで冷やしそばをいただきました。あとはですね、スイーツ食べたところ、まあ、かき氷っていうこのマークっていうか、旗を印をね、に惹かれて入ったらですね、実は、甘味どころで有名だっていうのが分かったんで、食べログ評価も 3.64 という人気店で、まあ、並んでましたね。まあ、なんで、せっかくなんで、じゃあ、かき氷わざわざ食べることないかなと思って、この人気のフルーツクリームアメツっていうのをいただきました。まあ、ほんととっても美味しかったんで、おすすめですね。夕食を食べたところ、こちらね、ジュラック、上野駅前店という形でございます。以前ね、ホテルジュラックに泊まった時に、ジュラックのお店、秋葉原のお店を紹介させていただきましたが、それの上野駅前店ですね。まあ、ちょっと懐かしいんでですね、こういった形の、まあ、ナポリタン、それからプリンアラモード、コーヒーなんかをいただきました。昭和レトロにいただきました。まあ、結構値段張りましたけど、まあ、美味しかったですね。はい。という形でございます。なんで、スマートステイ、新宿、上野駅前。まあ、泊まるところがね、なくなって帰れなくなったみたいな時にはおすすめかなと思います。あるいは、こう、デイユースもおすすめです。それではまた。